どうもジャミメです。今日もバーサスフランスの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。おかげさまで声はだいぶ良くなってきましたね。しっかり解説していきます。今回は、俺はパフェ済み。それに対してフランスは開幕平積みですね。パフェがなかったんで、中開けテトリス持ってって、うまい感じにテトリス掘り、フランスもそれをテトリスで総裁する。さあ、ここでダブルダガー組みに行った俺。テトリス打ってからのチリスピンダブル、チリスピンダブル。ダブルダガーという技ですね。さあ、エルミノまで4連つなげて、かなりフランスを追い込んだように見えるが、言うほどフランスもそんなに地形が辛いというほどではないので、まあまだまだ続くと思いますね。しかし、エルミノの置き場所に困ってて、フランスがかなり地形下ったぞ。テトリスで操作やってたが、こちらの地形が相当いい。テトリスって、ランカンという技ですね。ランカンという技で、ティースピンシングルにして火力を貯めて、ティースピン、テトリスの3連続が強烈で刺さる。あ、今のまあ3連続攻撃がやっぱ強いっすね。ティースピンダブルからテトリスを。3回分連続で送ると、最後の攻撃が確か6ライン行くんで、5ライン攻撃、5ライン攻撃、6ライン攻撃と。瞬間火力の、16ラインですね、合計。非常に強力。さあ、フランス側が結構置きミスしているのに対して、俺は置きミスなしで、平積みを組めているので、どんどん火力を送っている。さあ、ここしっかりどんどん受けて、テトリス。テトリスと打って、Z ミノとエルミノを置きミスしてたかな、フランス。2発連続で置きミスしてたんで、刺さった感じかな、今のは。さすがに致命的ですね、あれは。こちらはまあ、置きミスしてなくて、そのまま、平積みで刺すことができたんで。これ DT4。しかし、エルミノをミスった。エルミノの置きミスを、しっかり、エルミノじゃない、ジェイミノとエルミノで、3ライン消しにしましたね、うまく。綺麗に3ライン消しにして掘ってって。さあ、これ先読み。エルミノ突っ込んでからの、ティスピンシングル。からティースピンダブルにした。これはまあまあいいリカバリー。さあ削ってって、ティーミノまでの3連。さあちょっと、形を良くしてからテトリス打ちましたね。総裁外されるとちょっと苦しいかなと思ったんで、一回形を良くしてからテトリス打つ。さあしっかり大ミノでテトリスにして、地形はまあ悪くない。ティースピン作って、フランス側が相当置きミスしてて刺さる。アイミノ側間に合いませんでしたね、今の。ティーミノを置いた後に、アイミノの致命判定が出てしまったんで、アイミノを右側に持っていければ、まだ、ワンチャンあったぐらいはあったかな。しかし、間に合わずに刺さる。まあ、こちらはどんどん火力を送っていたので、まあ、しっかり置きミスを咎められたって感じですかね。では、もう一個見ていきましょう。これは開幕 TSD かなと思ったけど DT4 だった。さあ DT4 で、フランスが開幕 TSD。TSD パフェあるかと思ったら、ちょっとなかったですね。S ミノ、アイミノと削って、3連まで。エルミノ、S ミノ、T ミノ、アイミノ、J ミノまでに削って、6連。これはまあいい掘りですね。しかし、フランスの火力が結構高め。ちょっと削ったが、若干地形乱れたか。地形乱れたと思ったけど、しっかり、整地しつつ、うまい感じに、掘ってって、ジェイミノから、テトリス掘り、ギリギリ間に合った。今のはでかい。ギリギリ間に合ったの今のでかいですね。テトリス間に合わないと相当致命傷になっていたので。さあ、これ、アイミノできれば、右側に持っていきたかったけど、相手の攻撃を相殺したかったんで、アイミノ突っ込みましたね。さあ、受けてからテトリス。フランスも受けてからテトリス。どんどん、火力を送ってきてますね。さて、今のここ。こういうとこ重要ですね。すぐにテトリスを打たずに、できるだけちょっと積もってからテトリスを打つと。そうすることによって、相手に総裁を外されたとしても、かなり地形がいい状態で保てるので。さあ、ティースピンダブルからテトリス。さらに、ティースピンダブルテトリスの地形で、これ強いぞ。ティスピンダブルテトリス。フランスも操作やってってる。Z ミノ、T ミノ、I ミノまで繋げて、今のは右側まで T ミノが超えなかったのかな、多分。
ちょっと真ん中あたりが高くなってしまって、T ミノが右側に来ずに刺さる。一応 T スキン打ててたらまだ耐えられてはいたかな。さあ DT4 で打ち切って、テトリスから、テトリス。から、T スピンダブルで、ちょっと一回削ってから、掘りに行く選択肢ですね。さあ、どうだ？地形的には、まあ、まだ五分かな。なんとか五分ぐらいではあるが。エルミノに削って、掘りに行く。さあ、掘ってって、エスミノ、エルミノまで。アイミノで掘って、さあ、どんどん。フランスがどんどん火力を送ってるけど、こちらもどんどん掘りに行ってる。T ミノ、エルミノ、J ミノ、エルミノ、T ミノ、アイミノまで、綺麗に掘ってって、ここでフランスが置きミスした。さあ、その置きミスを見て、ここでしっかり刺しに行きたいなと思っているところだが、これ先読みですね。千鳥講師という技で、Z ミノで、T スピンダブルからの T スピンダブルの先読み。で、積み込んで、かなりいい地形ではあるが、さあどうだ、差し切れるか、これ。T スピンダブル組んで、TSD。しかし、フランスも、TSD また作って、テトリス。こちら火力高いが、フランスもしっかり耐えてますね。テトリス打って、ギリギリまで耐えてる。T スピンダブル打って、T ミノが間に合わずに刺さる。惜しかったな、今の。あと1手だったかな。J ミノ置いた後に T スピンダブル一応打ってたんで、あと一手間に合えば耐えれたけど、やはり、そのあと一手がこのテトリスにおける、種目ではやっぱり重要と。あと一手間に合うか間に合わないかで勝敗が決するゲームなので。さあ、これは、かなり右側で、左側に直列が来ているので、その直列を利用した連ですね。しっかりテトリス分の総勢を用意しながら連を組みに行った。6連、7連、T ミノ、エルミノ、ジェミノ？エルミノ、エスミノ、ジェミノまでか。12連だったかな？ 13 連だったかな？まあ、これはしっかり、その直列を利用した連ですね。これも強いんですよね。その、左側に直通で穴が来ると、そのテトリス分の相殺用で当てられるので、連を結構上の高さまで積み上げることができると。こういう戦術も実はあります。これはまあ DT 法の一つの強みといったところですかね。ではもう一つ見ていきましょう。しっかりやっぱり総裁を当てることによって連を上まで積み上げられますからね。そこが強さの一つ。さあこちら T スピンダブルで相手フランスがパフェあったけど TSD の方が流行ってパフェを取らせなかった。それに対してこちら DT パフェ。DT パフェ打って、これ先読みから T スピンダブル。T スピンダブル。で、地形はかなりいい。フランスもまあまあ直列で来ているので、問題なさそうに見えたけど、アイミの2ライン消しが間に合わずに刺さったかな。これも1手だったかな。2ライン消し間に合えばギリギリ耐えれたかな、多分。その後が直列だったので、今の間に合わせなかったのでかかったですね。直列まで間に合わせると結構、地形が相手良かったので、しっかり間に合わせずに刺していくと。さあ、ここは無難に削ってって、テトリスから、テトリス。これはちょっと穴場で受けたくなかったんで、シングルにした方が地形が良かったけど、ダブルにしましたね。さあ、テトリス打たれて、テトリス。これは強い。相手火力高いな。TSD 打って、さあ、テトリスが、操作に間に合わなかった。厳しいか。S ミノ、L ミノ、I ミノ、T ミノまで削って、どんどん相手火力送られてるけど、T スピンダブル間に合わせた。間に合わせて、操作当てたが、L ミノミスって刺さる。L ミノ、まあ、ミスってなくても、相手 S ミノ、J ミノ、Z ミノまでの9連まで続いていたので、どちらにしろ、まあ、刺さっていましたね。エルミノ置きミスしてなくて、アイミノを、右側に刺せたとしても、おそらく刺さっていたでしょう、今のは。相手の火力がかなり高めなのと、それからの掘り連が強かった。さあ、どんどんエステティックマジック打たれて、
火力を送られている。これはちょっと操作当てましたね。操作当てて無難に行って、ここもうまい感じに、しっかりちゃんと削ってって、妥協を取りに行ってる。さあ、しっかり積み込んでから3列連。3列連で、L ミノ、J ミノ、S ミノ、I ミノ、Z ミノ。で、次の Z ミノまで繋ぎましたね。これは相手の地形を見て、しっかり差し切れると判断してからの Z ミノのポリレンの繋げ方だったので、ちょっと神々だけども。これはまあ良かったですね。相手の地形が全然余裕あるのに、ああいう風に繋げてしまうと、むしろ、かなりリスクを背負うことになってしまうんですが、まあ刺さると思ったら全然、打っていいですね。さあ、S ミノ、T ミノ、L ミノ、T ミノ、O ミノ、L ミノ、S ミノ、J ミノまでの10連で刺さる。これは、どうだったんだ？総裁が間に合わなかったのかな？相手ギリギリ。置きミスしてたのか、ちょっと見てなかったんですが、こちら、まあ、連の繋ぎ方は、かなり良くて、10連まで掘り連で繋げて良かったですけど、相手がちょっと総裁用の火力がなかったのかな、多分。それで掘り連で刺さっていく。まあ、掘り連の繋ぎ方は良かったので、これもまあ、内容的には良かったんではないでしょうか。はい、では、こんな感じで今日もお疲れ様でした。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。